はい、どうも始まりましたおちょしラジオボリューム2でございます。さあ早速始めていきましょう。今日のゲスト川坊主くんです。よろしくお願いします。こんにちは、どうも川坊主でございます。まあ、パリパリを出すんだように今公園のねトラックの真ん中に2人でシート広げてね座って喋ってます。1時半ですね。夜不審者ですね完全に。一応ね前結構セミの音がちょっと入りすぎてうるさかったというねご助言をいただいたので、ちょっと一応音が広まなさそうな周りに少なさそうなところを選んで、ちょっとでもスズムシがリンリン言ってますけど、それはね、はい、秋の近づきと思ってご許しください。スズムシって秋の近づきなの？わかんねえ。スズムシって別に夏も夏の夜か、わかりませんけど、ここ涼しいもんな最近は。いや最近涼しい本当に。明日からまた暑そうだけど。あ、そうなの？多分また普通に晴れんじゃないの。だって8月の真ん中でこんなずっと涼しいわけないでしょ。確かに。ここ3日4日涼しいよね。クーラーなしで生きてくれてるよね。現場行くときも朝寒いもんな、 T シャツだと。ああ、現場行ってんだな。行ってますよ今日もね。今日も現場？はい。でも今日本当に開始から30分ぐらい終わったんじゃないかも。マジで？はい。どこ？場所？うわ、入間ですね今日は。埼玉？はい。入間ニアがいるとこだ。入間ニアって YouTuber がいるんですか？今 YouTuber やってるの？なんか月曜から夜更かしでよくお尻出してる黒人みたいなやついたじゃん、 YouTube もやってるけど。あ、そうなんだ。楽屋でちょっと変な遠い外れに行ってんだな。いや、入間とまだいい方、都内より全然。僕ああ、まだ立地的。はい。あ、そう言ってくんだね。それやってたぐらい今日は。そうですね。それでその後は家帰って庵野秀明のドキュメンタリー見てから新エヴァンゲリオンをアマプラで。なんでもっと早く、俺今日別にずっと家いたから早く来ればよかったのに。なんで？いや、なんとちょっと早く。夕方ぐらい、いや、その、もともと、予定では3時、時間的には3時までっていうのになってるんですけど、早く終わりすぎたから。早くなっていいなら言ってくださいよ、あなたは。俺なんて基本暇なんだから。ずっと家で YouTube でさ、アザラシがさ、釣り糸とかに引っかかってさ、引っかかっちゃったままの切って直してあげる団体の動画ずっと見せてたよ、マジで。昨日の夜からだけど。釣りと引っかかっちゃうんだ結構、アザラシ。そうだよ、それで取れなくなってさ、うん、絡まったまんまでさ、超かわいそうだからね。あの傷になっちゃったりしてさ、めり込んじゃってそのまま成長して、ただそれ切って取ってやる瞬間が気持ちいいんだよ。成長するんだそのまま。だから首とかお腹に丸くなって引っかかったまんまそこだけギューって、ボンレスハムみたいになってる。そうそうそう、かわいそうなんだよ。でもそれを切って、あれ本当ああいう仕事したい。それ嬉しそうな顔するの？いや、みんなすごい抵抗してやめろワーワーワーとか言うけど、まあ、切ってやったらバーって逃げていくけど、たまにちょっと懐いてくるやつとかもいたりして面白いんだよ。あ、懐くんだ。まあ、懐く、うん、たまにね。ほぼみんな逃げていくけど、あいつら本当分かってないのも助けてやるって、助けてやろうとしてんのにさ、うん、あんな叫んで嫌がって。そりゃそう、何されるか分かんねえんだから。まあな、同じその人間が作ったものでそうされちゃってるしな、うん、本当に。結構ね、俺でも北海道とかアザラシの人は結構あったな。海に打ち上げられてんの？そう、なんか普通に釣り親父とかで行ったらな、普通にアザラシの死体とかあったり。親父と海に釣り行ったりすんだ。いや、もうちっちゃい頃、小学校とかの時。それ釣って食うの？持って帰って。そう、食うよ。あんまり釣れた覚えないけど、あんまり。海の浜から普通に竿を投げるってこと？そう、防波堤、まあでも浜みたいなとこだったけど、確か。本当でも地方とか行くとマジで釣りしてる人っていっぱいいるよな。そこに普通にあるんだ、アザラシの死骸が。なんか石だと思って踏んだら、うわーって音鳴って。生きてんじゃん。いや、でもガスが多分出てたのが多分。いえ。だと思うんですけど。持って帰って食べた？食べるわけねえだろ。アザラシって食わねえのかな？いや、食えるは食えんじゃない？エスキモーとか食ってそうだな。ああ。可愛いんだよな、アザラシの赤ちゃんペットにしてる人とかさ。え、ペットしていいの？アザラシはいいんじゃない？飼ってる人、アザラシじゃないっけあれ。だってゴマちゃんとかいるじゃん。ああ、ちっちゃいまんまだけど。釣りとかどうですか？でも釣りとか楽しいと思いますか？釣り好きなやつってみんな好きだよね、釣りって。いや、だから本当な、うん、バイクキャンプとやったら次はもう釣りヨカとか見たりする。知ってる？釣りヨカ。釣りヨカでしょ。うん、やっぱあそこでもさ、アウトドアとかああいうの好きだから、やっぱり釣りも
同じレベルぐらいすごい好きだもんね、あの人たち。釣り好きな人ってみんな本当好きだよ、ね、大好きだよな。全然多分ハマんないと思うけど俺。でもなんかまず生であの餌触るの嫌だしさ。そこ？いやそれも嫌だし。全然イメージと違うな。魚もヌルヌルしてんの触ってんの嫌だし。まあ。イソメとか知ってるよ、お前イソメ。知らない、何それ。なんかミミズみたいな、こういうなんかもうあのイソメっていうっけ、それなんだっけ。世紀末リーダー伝たけしで出てくる虫みたいな。わかんねえよ、あんなそんな怖い話だったっけ、世紀末リーダー伝たけしって。虫出てくるんだ、なんかサングラスかけた虫。もっと代表的な名前の餌の名前あったろ、なんだっけ、イモムシ、ちっちゃい細いどんぐりなんとか虫みたいな。わかんねえけど、まず、まあ、でもそれはいいとしても別にもう待ってる時間、いやでも今だったらなタブレットとか持ってっていいのかな。そんないるか、そんな釣り人。 YouTube とか見ながらさ、だったら家で見て、ね、でもさ普通に車にさ、うん、外に置いといてさ車の中戻って網が釣り糸がかかったらさボーンボーンってなってさ、うん、その釣り場に行くってやつあるよね、車の中で待ってて寝てて。全然あるじゃん、その昔から。そんな音が鳴るの、そんな。そうそうそう、ピクピクピクって反応したらセンサーが察知して。だってそれは外で待ってもな一緒だから。あれそういえばもうその後輩もこの YouTube 見てくれて、なんか今度酒釣りしましょうとか言って、北海道来たら酒釣りしましょうみたいな僕らに来てましたけど。いいお前北海道行けよ、北海道行こうや、お前の。まあでも今ちょっとな、まあ今はあれか、全然それはいいんだけど行くのはね。北海道なんで行かなかったんだろう。てかもう寒いだろこっから。もうこの後はまあこっからは寒いね、もうね、もう今寒いのか。ああ夏がやっぱ一番いいと思うけど、もうそうなるとあんま行きたくねえな。弱いからね、もうね。うん、まあでもギリまだ、あ、北海道行きたいな。別に何も、お前、北海道行ったら、一緒に行ったら、なんか車とかあんの？お前んちの乗れたりしないの？いや、一応1台はありますけど。親父の？もう親父と弟の共有みたいな感じになってるから、その交渉次第じゃないですか。あんま、ずっと借りるのはあれか。うん、まあでも安いんじゃないの？別に沖縄もレンタカーとか安いじゃんね。まあそこそこっちより安いか。全然でもバイクであの茨城のなんとか大山からフェリーとかでも出てますし、ね、全然いいね。で高いんだよな、フェリーでバイク運んだりするのって。あ、そうなんだ。そうじゃないの、なんか安くない。普通で多分1万ぐらい、ただ人だけで。わかんねえ、そんぐらいか。原付なら安いんじゃないの、バイクぐらいだったら。原付でさ、いるの？そんな北海道なんて大体みんなかっこいいバイクとかで走ってるイメージだけど、まあ、原付もいるか。いるはいると思いますけどね。寒そうだな、もう。いや、まだ寒いは寒いよ。9月寒いよ普通に多分。じゃあみんな大体北海道にツーリング旅行く人は夏とかに行くのか、8月7月とかに。じゃないですかね。12月とかじゃあさ、もう何も終わりでしょ。雪だから無理だから、まず。雪何月から降るの？11月ぐらいに1回降る。あら。11月1回降って1回溶けて、また12月ぐらいからまたもう。でもうそっかずっと3月ぐらいまで、もっと4月、もう入学式ぐらい、卒業式ぐらいまではまだ全然雪あるからね。じゃあもう3月末ぐらいには全然、まだ全然1年の半分ぐらい寒い雪なんだ。そうですね、まあ、ギリだから8月行くとしたらギリ。もう今暑いしね、でも北海道も暑い時は。いいね、今だったら。また釣りとかやっていくんですか。じゃあ、いや多分一生やんないと思う、釣りだけは。釣りと、まあ釣りはやんないな。一番楽しい瞬間何なんだろう、釣れたって時なのかな。それはそう、でも食えるもん釣ったら食ってる時とか、食えんだったらやりたいな。あ、でもさ、その用意するのもさ、その技術もまた必要じゃん、また砂漠っていうさ。ああ。いろいろハードル高いよね。そのそうだな、ブラックバスとか釣る人もいますけど、あれ、うん、だからそういう釣り人がな、ちゃんと持って帰ってほしいよね、釣り糸。本当にカメとかもね、すごい、もう首が、ウミガメとか花火やってんな、首が締められたりしてさ、目の周りが真っ黒になっちゃったりしてるやつとかもいいんだよ。でも生きてるんだ。生きてるんで、じわじわそれで死んでいくのはかわいそうだよ。それをどうやって見つけんの、そいつらは。いや、もうほんとアザラシはバーってすげえ砂浜にいっぱいいるから、あ、いたって言ってみんなで走ってね、おかっこみたいにダーって走って捕まえてね、取るんだけど、
もうカメは本当ただラッキーなやつだけたまたま見つけた泳いでる時とか、あとカメの甲羅に寄生するフジツボたちね、 あれも取ってやんねえと、あれは別に人間関係ねえよ、関係ねえ、あれは本当にわけわかんねえ、もうだから戦ってんだな、海の中、海の中で。フジツボ重くなっちゃうからダメってこと？フジツボ栄養とか取られちゃうんじゃん、甲羅から、病気になっちゃう。栄養取れんの？いやでもあんなんだってほっといたらダメだよ、わけわかんねえけど、じゃあ昔どうしてたんだって話だけど。ビニールとかもダメなんでしょ？でもダメだよ、だから今ストローとかみんな水で消えるように、本当にね。だから小泉進次郎があやってくれてんの？だからそれあいつがビニール袋禁止した人だって、あそれでこんな減ったんだ。そうだよ、だ結局減ってないんだよね、あんまり。でも結局みんなも金出して買ってるってこと、うん、お前とかエコバッグ使うの？いや俺もう毎回俺は袋もらってるよ。もらえないじゃん、買ってるってこと？買ってる買ってる。なぜ？いや何使うんだよ。2円ぐらいだったらあれかなと思うし、結構なんか俺そのちっちゃい袋さ、はあ、あの汗かいたとか入れたりするのに使うかな。使うけどそんなに使う？そんなに別にそんな買い物もしないから、そのたまに行くとき持ってるぐらいのぐらいの頻度だったら全然別に買ってもいいかなぐらいの感じ。まあお前はエコバッグのイメージないな。確かにエコバッグ持ち歩くのが嫌だな。いやちっちゃくなるからポケットサイズぐらいに。お前とかエコバッグすぐ使えそうだな。いやもう何個エコバッグ的なの持ってるか本当に。何個持ってるって何？エコバッグみたいに使ってる、この今持ってるやつもこれはエコバッグみたいに使ってるし。ちょっとあんなエコバッグは頼むよ、地球のためにさ。でも別に捨てないもん別に海には。いや海ってそれが問題だから別にいいのか。いやでもたくさん消費して作るようになっちゃったら嫌じゃん。結局でも100均のちっちゃいビニール袋売れてんだろ、それで。あんまり別に意味ないんじゃない？別に。あ結局そうなんだ。ただあれコンビニが儲かってるだけじゃない？ちょっと2円分ぐらい儲かってるっていうか、そっか、うん、ちょっと待って、雨降ってきたの鬱陶しいな。とうとう環境についても語るようになりましたね、もうね。俺もしかしたらそっちに最終的に行くかもしれないな、本当に。団体に？うん、なんつうんだっけそういうのって。ダブル環境保護団体？はい。そんな動画ばっか、本当動物たちがかわいそうすぎる。別に人間に怒ってるわけじゃないんだけど、単純にちょっと動物を、野生の動物たちがちょっと理不尽すぎねえか。クジラ殺すなっつって突っ込んだり。あそれは全然いい、別に何食うのは何でもいいんだけど。クジラはいいの別に。クジラ食ってんの？いやだクジラのシーシェパードとか知らないの？何それ。捕鯨がダメだっつって日本がさクジラ取ってるのに。あそれ、うん、邪魔しに行く団体邪魔しに行くの、うん、実力行使じゃん。そうそうそう。マジで、うん、それやめろって。やめろって、もう船体当たりとかもするみたいな。危ならしいですよ。それ日本だけだのかな。まあ日本とどっかも取ってるのかな、わかんないけど。日本がなんかどっか南極とかその辺あたりではクジラ取ってんのを邪魔しに来るやつがいる団体がシーシェパード。やばいな。なったりしてんじゃん。じゃあ結構やべえやつ軍団って感じだ。日本人だ。日本人のその。そうそうそう。だちゃんと知性があるからやっぱりクジラには知性があるからそんな取っちゃダメだみたいな。そんなのない。動物命なんか平等なんだからな。シラスだって一緒じゃねえからな。まあそうだよな。大きいからだろどうせ。もう大きくて頭いいっていうあれなんじゃないの。頭いいの殺していいの。頭悪いの殺していいのからな。シーシェパードの金出してるやつもなんか普通になんかそのなんかいろいろあるみたいですけど、その辺はまた。え闇が？闇があるらしい。大悟もちょっと炎上してるもんな最近。ミートキャップもなんかちょっと。いや俺もよぎったけど、今はまた静観した方がいいのかな、ね、触らぬ神にだろそれは。冗談できないだろ。あんなスーツで謝ってるの初めて見たよ。大悟が、大悟って俺炎上しない人かと思ってたけど、別にみんな信者ばっかかと思った。そんな信者が怒ってるわけじゃないだろ別に。多分外野が怒ってるの。まああそこら辺のモノモースケ大悟とかさ、より人じゃない、なんだっけあいつ、なんだっけ柴田。いや普通なんだっけ、こうちゃん作ったなんだっけ、あひろゆき。ひろゆきとかは別に炎上しなかったと思ったけど、別に結構炎上してんだよな、ちょいちょい。なんか役がどうのこうのみたいなね、あれで負けたみたいな。何役って。何だったかな、なんかあの日本人差別みたいな、サッカー選手がした言葉が別に差別じゃないよみたいな。へえって言ったら言ってたけど、それもなんか本当に研究者みたいなやつが
来て、それは間違いですって言われてみたいな。うーん、説明がちょっと下手すぎて分かんないです。何も分かんなかったけど、まああったんですね。うん、うーん、そんなネットばっか見てるよ。だからでもあなたそんな環境を考えるってこと、なんかそういうことしてるんですか、ね、環境エコバッグ、エコバッグマジンで俺は本当にビール袋なんか絶対もらわないもん。あとゴミの分別ね、超するから。分別じゃなくて、分別でも一緒だろ、ゴミの分別。分別と分別って言うの？分かんない、いいよ分別言わねえだろ絶対。善悪の分別とかになっちゃう、それだったら。分別してる、してるよお前、まあ、お前住んでとかどうだか知らんけど。いや別にペットボトルと缶と燃えるゴミぐらいしてますよそれは。いや燃える、そりゃそうだろ、燃えるゴミプラゴミとかで分かれてないの？分かれてない、燃えるゴミ燃えないゴミですね。それはいいのかな、なんかその、うわ降ってきた、ちょっと雨が、ちょっと移動しよう、はい、ちくしょう。いやちょっと移動しました、もう最悪、雨、うわ雨大嫌い。うおカバンが下に落ちた、ふざけんな、なんなんだ雨だ、マジで雨って100があって一理ねえよな。いや雨があるからそんな環境をどのこの言ってたやつが、お前昔でも水不足とかなってた言ってたけど絶対嘘だろ。育つんですよ、だからこれで森が。確かに、なんだお前本当、ビニール袋をさ節約してるだけで偉そうに。分別もしてるよゴミの。ゴミの分別してるのママだろお前。いやいや俺がちゃんとママのとこに出すまで俺の部屋のはちゃんと分別してるよ。分別したところで別に何か環境に影響あんのかとかも分かんないだろ別に。いやだからそのそぼそぼろやめろや。あんなも全部焼いちゃっていいって聞きましたよ私。ああ、ペットボトルとかも高温で焼いちゃえば別になんかもうそんな影響ないっていう本で読みましたけど。そうだ、だってそういうの燃やした時の煙とかやばいじゃん、臭いじゃん、変な匂いするじゃん。じゃあ分別する意味ない。もっとなんか活動してるのかと思いましたよ、そういうの言ってんの。いや活動な、海外行ってそういうことできたらやりたいわ俺。一緒にアザラシ追っかけて、あのかっこいいハサミで切りたいもん、首にまとわりついた釣り糸。どこでやってんのそれ。わかんねえ、場所よくわかんねえけど、なんかね結構寒いとこだ多分、そんなアザラシとかいるってこと。なんかハワイとかでないのかな。ただ楽しみだけじゃないか。いやなんかね、せっかく、ま、無駄に生きるか何かのために死ぬか、どっちか選べっていうランボーの名言もありました。でもいい志じゃん、あなたにしては。そうだろ、はい、ちゃんとやればね。やるか分かんないけど、はい、まず近いところから始めていけばいいんじゃないですか。じゃあシンクグローバリーアクトローカリーってことですね。はい、全部か分かるか、反応がわらからさ、はい、分かんないですけど、地球規模で考えて足元から行動しろってこと、うん、だからまず何から始めるか、エコバッグから始める。デコバッグの前に俺のデコバッグだよ、頭が。意味があるデコバッグ、どんどんはげてきてるってことだよ。ちょっと雨がひどいな本当に。ちょっともっと完全な屋、はい、完全な屋根ある。いやこれにこっち来てくれ。いやこういう時やっぱ自然の雨があるから、アンブレラが、アンブレラ車が、アンブレラ車、バイオハザード、バイオハザードなって言えよお前。バイオハザードな。で他何してたの最近。最近はだからそのバイオやろな。誕生日迎えたんだろお前。30何歳6歳。36歳ですね。何したの。彼女と祝ったぐらい。そうだ、どうですか。よかった、それで彼女いてよかっただって思うよな。こうやってご飯作ってもらって。何食ったの。ステーキをね。簡単だな。は？ステーキは焼くだけだもんな。いや、いろんな他のいろんなもありましたよ。他になんかアサリのなんか焼くとかも。そんな渋いの作れるの？マジで？酒は？酒は飲んでね。味覚帰ってきたか彼女。嗅覚。味覚はある。嗅覚はまだですね。怖いですね本当コロナは。だってラーメンすするがなってさ、もう商売上がったりだろ。あいつなんか嗅覚味覚が全てだろ。いつだったのそれ。最近なった。昨日なニュースで見たな。確かに味系の人はな、怖いな。ラーメン店が原因じゃないと言ってるけどな。なんかこの前見たやつでなんかずっと頭にもやかかかるようになるみたいな話もなんかブログで見たけど、なんかぼんやりするってこと。そう、ずっとぼんやりする。
でもさ別に結局さなんとか効果でさ一回コロナになったらなんかそんな気がするっていうのいっぱいあるだろう。コロナのせいにしてるけど別に本当は昔からそんな症状あったみたいな、うん、だって人間なんて基本調子良くないだろう。もうお前俺もすごいぼんやりするよ。クラクラとかクラクラ病なんかずっと昔からあるもん。クラクラ病って何？意識が朦朧とする感じ。反応とかキャンプしててもみんなとずっと2,3 時間ぐらいずっとこう夢の中みたいにクラクラしてる時とかあるし、何かしら病気なんじゃ俺。あれかと思ってた俺。なんだっけ、みそのとかなってる病気、何病だっけ。何パニック症候群。いやパニック症候群もある気もする。すごいドキドキするから表記載ってると。なんだっけな、あの全部病気で済ませようとしてる。なんか勝手に病気だと思ってんね、自己診断で。なんだっけ、みそのがなんかチカチカしちゃうみたいなやつ。全然わかんない。味覚とメヌエーヌ病だと勝手に思ってる。すげえクラクラするんだもん。味覚と嗅覚は完全にもうコロナですよね。怖いな本当。でもさ嗅覚と味覚なんてさ微妙な、そんなはっきりしたもんじゃないじゃん。はっきりしたもんだって別に。嗅覚なんて特に俺なんてずっと鼻詰まりみたいなもんだしさ。でも俺が屁しまくっても別に何も匂い感じませんけど。それはすごいな。逆にさ部屋が臭くなっても分かんないから、うん、部屋の掃除できないな彼女は。できるわ。だからある程度うんこ便所のこ方向剤とかも変えねえじゃん。だからもう勘でやるしかないんだよ料理のあれもな、味見もな、まあね、匂いとか、うん、怖いだからならないには越したことない。もう誰がなるかもね。最近近場でもね なってきたりしますからね。だってそうだよ。え、お前ワクチンとかは、あ、まだ打てないの。練馬区はちょっとね、まだワクチンないっつってまだ予約できない。いや、そどこもそうだろう俺だってそうだし、来年ぐらいまで打てないってなって。え、予約できない。予約できない。打ちたいの。結構副反応すごいらしいから。全然打ちたいけど。親とか打ってるの。親打ってるし別に何も副反応出なかったって言ってたの。2回打って。うん。いやだからかかりつけの医者とかあったらね。あ、俺の友達とか打ってたけどさ、うん、近所の昔から仲いい医者とか。かかりつけなんかないからな。な、皮膚科とかでなんか言ってたけど、そういうのじゃダメなのかな。皮膚科って打てるとこあるんじゃない。電話してみようかな明日。皮膚科でにかかりつけてんの。いやでもまあ1年にか2年に1回ぐらいだけど。すぐ俺あのカード捨てちゃうし。なんで捨てんだよわざわざ。なんか使わねえから。お前も行ったろ一緒に、お前の密着の時に皮膚科、うん、でもかかりつけてボーダーラインもはっきりしないよな。そんなって1年に1回行くか行かないかだったらさ、なんかあんま財布のカードが増えるの嫌じゃん。いやだけど財布に入れとかねえよ俺。別にしとくもん、使う時使って。ああそういうことね。そりゃそうよ。俺クレジットカードとかだって常に持ち歩いてる。持ち歩いてる。ええー、怖えじゃん。クレジットって使うだろ。えどういう時。いや全然日常的に。そっち派お前。どういう時で。だからいや普通スーパーとか使うよ。やってそれある程度高い買い物した時とかってこと。いやたまに現金ない時もある。何百円とかで。お前どこビザ。三菱楽天のマスター。へえ。めちゃくちゃ貯まる楽天とかでやってたらポイントが。うん。へえ。絶対した方がいいと思う。ポイ活してんだ。うん。それで貯まったらどうすんの。いや全然たまになんか飯とか買ったり。そんなカード払い貯まる。なんか誰かに贈り物をするときなんか。何贈り物って。いやなんか誕生日とかで、この前平松くんにね、え、あの差し入れもらったんだよね。差し入れの時のお返しに牡蠣を送りましたよ私。牡蠣。はい。オイスター。オイスター。へえ。そんな粋なことがスマホでできるってこと。スマホというか楽天市場で買って、楽天市場で買ったポイント何倍とかなるから。そう、送り先を平松の家にしてってこと。そう。ええー、大人だな絶対。でも本当に結構だって全部俺楽天で買ったりしてるから。え、アマゾンで買う時どうしてんの。じゃあ普通に銀行引き落としだけど。え、もったいないのそれ。アマゾンってポイント貯まるんだよ。楽天の。そう、楽天で買えば。楽天で買ってたらアマゾンで買ってたら楽天のポイントが貯まるんだ。お前楽天カード買えば、楽天でそのキャンプグッズとかも買えばさ、楽天で買ったら4倍とかになるから。マジで、
あなたでも通りますよ、楽天カードって。でいつの間にか知らないうちに全部やったら自分で 4,000円貯まったりしてるからさ。へえー、それで損したな。損してるよ。めんどくさいよ、しかも銀行振り込み。カードの方がめんどくせえ。でもさ、何カードめんどくさいの。めんどくさくねえか。なんかでも書いたりしない？暗証番号打ち込んでたらもうしないんだっけ。しないって入力しとけば別にそれで、はい、買いました、はい。外でスーパーで使うときはスーパーの外は別にもう早くしろって思わない。カードの人見ると目の前で。もスーパーとコンビニだともうハッピーで終わりだよ。逆にでも日本だけなんだよな、こんな。まだ日本だけっていうかだいぶな遅れてんだよな。日本ってずっと現金会計しすぎなんだよな。そうそうそう、だいたい先進国もみんなカードだもんな。ペイペイとかもやってないの。ペイペイってだって三菱 EFJ じゃなんか引き落とせなくない。お前分かんない、俺ペイペイとかやってないから分かんない。ラインペイやってたよ俺。ペイペイはできなかったけどラインペイで払った一時したけど、もうな、それもチャージするのめんどくさいし、なんかどんどん貯金が減ってきやしちゃうんだよな。意外ともケチなのそういうのはやってないの。そういうなんか知らなかった。得なの絶対。アマゾンで確か何のポイントもたまんないのはなんか損だなって思ってたんだよな。アマゾンカードとかもだって買えばさポイントたまんの。アマゾンで何倍とか、なんだよ。しかも6000円とかもらえるんで最初にポイント。へえ。楽天カードとかだって一時期1万5000円ポイントみたいな入ったら。へえ。それはやった方がいいんだ、だって儲かるんですよ。まあじゃあ考えとくわ。何の話だよ本当にピタッと雨降ったら当たり前だけど花火が消えたな。そりゃそうだ、何の集団なんだ。いやもう本当このコロナ禍でストレス溜まってみんなで遊びたい集団だろう。花火大会とかやってないのかな。いやでもこの間バイク走ってたらすげえ綺麗な花火が上がってたよ。どっか花火大会やってるってこと。静岡の帰りかなんかに。静岡はやってんの。緊急事態宣言じゃねえから。あお店とか熱海とかだよ。熱海わ結構来ましたね。熱海は今それどころじゃねえだろう。お前こんなことあってみたいなないんですか。はい、また移動しました、はい、いやいいですね。あなたじゃあ幸せな誕生日会送ったんですね。全然つながってませんけど、まあ、何の話してたか忘れちゃったけど、はい、あまりにも間が空いちゃってあなたお誕生日会とかそういうの開かれたこととかあるんですか。いやそれこそ本当、はい、最初の NSC 入った頃とかさ、うん、大学中とかみんながなんか祝ってくれた。俺と野のうちのっていう人間がいるんですけども、ね、結婚して、はい、子供もいる。そいつと俺は誕生日一緒でさ、ね、一緒にみんな居酒屋で祝ってくれて、お前がスイカくれたじゃん、ね、俺の名前に。ああの勝ち芸とかもいた多分。そうまだ俺に威厳があった頃だよな。人に、ま、周りに人がいてまあ使ってよ。だからお前からまたスイカ。あそう、それは嬉しいですね。十数年、うん、高円寺とかでやったやつそう高円寺のあの右に出てある居酒屋かどっかで。合コン的な感じじゃなかったなんかね、分かる。女がいたら覚えてるけど。女子いたような気がするんですよね。でもそれが女なのか女芸人なのか覚えてないけど普通の誰かの友達みたいな、なんか知ってるようなもんですけど、ね、あれが俺のピークかな誕生日的にはあれ以外でなんつうの大人数に酔われたりとか。ああいうのってどういうの、誰が開くんだろう。やっぱそいつにさ誕生日開くメリットないとやっぱ開かないんだ。やっぱそいつが開いてあげてなんかさ。いやそんな損得で動いてねえだろ。損得だろだってあんなの。あの YouTube 集まってさ、なんかやってあれもあやなんが YouTube 集まってなんか批判されてたやつか、うん、あれもそれぞれが損得が。いや仲いいだけだろ。仲いいからって開く、あれを開くのってさ、なんかちょっとやっぱ結構カロリーいるじゃん。いやみんなに会えて楽しいじゃん。出会いの場にもなるしさ、あんな若い男んないっぱいいて、うん、いやだからそれも若い男女がいてっていうメリットがあるわけだ。あなたが祝ったところで何のメリットもないから、やっぱ誰も開かないよそれ今はね、うん、だその時はまだ人間がいたから、うん、合コンのノリで来てるような人もいたかもしれないけどさ、うん、いやお前もないだろ別に。だからないだ、俺にメリットがないんじゃないですか。仲良くしてる後輩からなんかとかもないの。まあだから金星西田とかがなかったの。誕生日おめでとうございますっていう音声メッセージが来てましたよ。あとね、矢吹佐渡屋のね、佐渡屋くん面白そうだよ。あーすごい、はい、くんはもう本当に秒ですぐ1年で1回もラリとしてない、その時だけ送ってきてくれるんですよ。だからそういう人なんじゃ、みんなにそう送ってる人だろう。むしろ会ってもないぐらい。もう本当ありがとう佐渡屋くん。何件ぐらい来た誕生日おめでとうのライン。
3件ですね。まあまあでも LINE 直接来たのね。あとはだから Twitter でなんか、全然知らないそのファンなのかツイートフォロワーの方から、うん、来たとかじゃないですか。へあとなぜか本当吉本カレンダーみたいな、なんかねなんか何あのお前わかんない、本当にわかんないんですけど、あの動画を撮った覚えはあるんでしょ。あれは自分で撮って送った。だからそのなんか7月末ぐらいなんか吉本カレンダーって毎日動画上げてるんだって、なんかその誕生日の人あんだけいたら誰かしら毎日誕生日だ。そうそうそう、それでなんか動画30秒ぐらいの動画送ってくださいって言われて、あれを誰が見たいのかわかんないですけど、一応いやいや面白いじゃん、俺いろんな芸人の動画を送ってくださいって言われて、ちょっと見てみてください、フレンドリー田崎で検索してね、うん、動画を上げてますんで。じゃあ一番の思い出はあの高円寺のですかそうだな。いやでもまあ忘れてるだけで、うん、あるんだろうけどな、ちゃんと祝ってもらったようなことは。なんで覚え出せないんだろう、ないからかな。小学校とかはあったじゃん、友達も あったけど、あったあった、あれはもうみんななったじゃん。さ飯作ったりしてさ、なあベランダまで本当俺ブルーシート敷いていっぱい呼んでやってたな、カレー作ったり、なんかすごかったよ。あの時みんな誕生日プレゼントいっぱいくれるもんな、うん、すごい儀式だよな、うん、親からも誕生日プレゼントもらったりね、なんかそういうのなありましたけどもね。え、お前こんな夏の日に、夏男なんだね。そうです、もう終戦記念日の次の日に。え、何月何日？8月16日ですから。へえ、マライア・キャリーと西田ひかる、すごい、と菅原文太ですよ。すごいじゃん、よくそんな、なんかみんな自分が誰のイメージと一緒かって結構知ってるよな。でも最近でもでかい、まあ今は開けないけど、そろそろなんかサプライズとかで、サプライズとかやってもらったことある？あーでもね、そうだね、一時はそれで友達とかがサプライズじゃないけど、俺の実家のドアノブにすごいたくさんお菓子とか、お菓子をいっぱい買ってかけといてくれて、なんか女の手紙も書いて入ってて、ドッキリみたいのされたな。いつの話する？大学生の時ぐらいだな。そういうのやりたい時期ですかね、その二十歳とかそれぐらいの時。大学生の時、そうだな、そこら辺までだな。30超えたさ、まともに働いてるやつの誕生日会ってどんな感じなんだろうな。まともに働いてるやつの誕生日会って、誕生日会っていうか、そういう誕生日どう過ごしてんだろう、その30ぐらいのさ、あの独身親父の。それす、伴侶はいるかいないかで全然違うだろう。彼女なし、うん、彼女なしは本当によく、そういうやついたけど、俺家に来たりしてたけどな、無理やり呼んでもないのに。何も言わずに誕生日だと実家に住んでて、うん、多分何もないって思われるのが寂しすぎて、クリスマスとかもそうだけど、うん、いつもうちに来て、うん、なんかあるぶってさ、一人でいると耐えられないだろうから。それは言わないの、そいつは。いや祝ってよみたいに言ってたけど、とりあえず逃げるようにうちに来てたな、やっぱその時お前もこいつも暇だろうと思われてたというかまあいや、まあ、ずっと遊んでたやつだけどさ、うん、まあ彼女いなかったら別に普通なんじゃん、それは。誰も何も祝ってくんないのが、別にただイベントじゃないもんね、もうね、30代後半から。いや別にな、そんな年子取ることを別に俺そんなマイナス、まあ本音を言ったら嫌だけど、マイナスっていうか嫌だけどさ、もう37、8とか9とかなっていくとなったら、男女いる居酒屋とかで俺らが働いてたらもしかしたらあんのかな。あ、まあ環境が、職場があったらな、ないか俺らは。やったとしてなったら、それでもないのかな、知らねえだろ。イベントとしてさ、飲み会やりたいから誕生日という名目にしてやられる可能性もある。全然それでもいいだろ、一応だっておめでとうは言ってもらえるだろ、うん、全然。てかそもそもやってんだ、まあ、今の時期っての関係なくしたらやってんの、みんな誕生日会って。いや家とかだったらや、あでもそれで居酒屋で働いた時は誕生日パーティーとかあったな、そういえば。みんなそれぞれ沖縄時代、沖縄時代、そのなんで把握してんの、書いてんの、みんななんかカレンダーに。いやーわかんないけど、なんかでわかるんじゃない、それ。なんかお前もじゃあやられたってこと。やられましたよ、ちゃんとね、居酒屋でやってもらって、それケーキも出てきてみたいな。それで覚えたんだ、午前0時を過ぎたらって、沖縄だけなんですかそれ。誕生日のさ、ドリームズカムタルーの、カムタルーって、カムタルーの、はあ
午前0時を過ぎたらあなたに届けよう、ベリースペシャルみたいな歌知らない？あ、そういう誕生日おめでとうソングがあんの、ドリカムの。そう、大体沖縄の。あ、全然ないじゃない、こっちの文化では。なんかドリカムなんだよ、なんか。サビどれ？ベリース午前0時を過ぎたらあなたに、ベリースペシャル、ベリースペシャル、ベリースペシャルデイ、出会えた頃のデイデイデイ、レレ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 それぐらいじゃん。あれめんどくせんだよな、ほんと店員からしたら。え、そんな気持ちあるの、あっち側。居酒屋で働いたら別にどうでもいい、このハゲのさ、言われたくねえだろ、別に。いや、それだったら、いや、他の客とかの方がめんどくだるくない？いや、あれは別にだって見てるだけでいいじゃん。わー、パチパチだからね。ずっと、なんちつってさ、あのサプライズあるからみたいな、なんか、打ち合わせみたいな、最初に。これ、あの、なんかやったら持ってきてくださいみたいな。いいじゃねえか、それで。めちゃくちゃ。かわいいじゃん。さ、そのなんかグラスとか置いてるとこに入れ場所開けて入れとかなきゃいけないしよ。知らねえけどな、そんな細かいところまで。しかもさ、あれだって一回開けてさ、あれ刺さなきゃいけないんだって。そうだし、でちゃんと火が消えないように運ぶんだよ。消えんだよ絶対、大体あの風圧でな、裏からさ出るときあそこ大体風強いから、バックからさバックヤードから出るときあそこなんか火が風が通るやってるから大体消えんだよな、あれ。それお前の店次第だろ、それぞれの。いやでも大体消えるよ、火つけてたって消えるし、あれなんかちょっとどうやって汚しちゃいけないみたいなのもあるしさ、ロー垂れるしな、ケーキに。しかも最初に切っちゃいけないからよ、一回出すだけ出してまた切んなきゃいけない、戻ってそんなことまでやってくれんの、居酒屋って。いや自分で切らないと、大体持って切って。確かそれだいぶ金取られるってこと。いや取られない、全然それは無料でサービス。へ、うん、面倒くせえなとは思ってましたけども。いや、いいじゃん、爽やかじゃん、そんなの。その時の曲なんだったんじゃん、お前は。じゃあ居酒屋で彼女にやった。いや、居酒屋じゃないんで、なんかどっかのホテルのビュッフェ食ってる時に、ただそれは、うん、暗くはならなかった、昼間だし、ファーって持ってきただけ。こうでかいスペースじゃないじゃん。いや、全然みんなと、すぐ真横に客とかいたけど。しかもそんな真昼にやると思わねえんだもん、だって。まあなあ、うん、昼のが安いから、ビュッフェ。で一応持ってきてくれたんですよ、ケーキを。それもバイキングのケーキを持ってきてる。違う、それは別の誕生日サービスがついてるとこみたいな。ああ、誕生日時となんか安くなる施設とかあんじゃん、うん、祝ってくれたりとか、うん、絶対。でも誕生日なんかなんかしてんだろうけど、本当忘れちゃってるのがひどい、悲しいわ。なんだろうな、昼に周りも誕生日やると思わねえだろうな、こんないや、そんな大々的じゃないけどな、うん、なんかココスも、中野のココスで僕らネタ合わせしてるんだけどさ、うん、普通に BGM で誕生日ハッピーバースデーって流れるから。じゃあもうみんな気づく。よく分かんないけど、あれ何なんだろう。え、誕生日する人もいなくてもってこと。いなくてもなってると思ってたんですけど、ずっと流れてるから。それは単純に BGM だろ。で BGM でハッピーバースデー流れるとおかしいみたいな、最初気になったけど。最近このもうあそこもう10年以上通ってるから、ここです流れが。初めて横で誕生日やってる人見ました。ココスで祝わせてくれるんだ、うん、祝ってくれるんだ。誕生日サービスみたいなあるんじゃない。早稲田通りのあそこだろ。そうそうそう、高崎から働いてた。誰だよ、もういいよそれ言う。俺も言わなかったのに今。大豪院大鋼がそういう芸名の芸人さんがいるんですね、はい、もっと近畿キッズはさ、おハッピーハッピーサイデー、あ、山下達郎がね、おめでとう。え、あれ山下達郎が作ったんだ。あ、そうなんだ、うん。え、あいつは1曲目もなんか誰か有名な人が作ってなかった。吉田拓郎じゃなかった。そうかも。全部抱きしめて、聞いた後、あ、全部抱きしめてよ、吉田拓郎で。へえ、そんなバックがついてんだ。そんな誰かに作ってもらったんだ。歌は流れてない、流れなかったってことじゃん、あなたがやった時は。流れない。カトゥーンはちなみにあれだからね、はい、カトゥーンの歌はあいつが作ったからね。ギリギリでいつも、それどうでもいいですよ。カトゥーンビーズの確かギターの人は稲葉松本、うん、
ギリギリとかいうところがやっぱ松本っぽいじゃん。じゃあ別にどこが一緒とかないんですよ。でもその誕生日ソング沖縄がそれやってちょっと初め知らなかったな。沖縄だけなのか分かんないけど沖縄の居酒屋大体それでした。祝ってもらえる人間になるのなかなか難しいんだな。そうだよ、人望がなくちゃダメだな、うん、これからなかなか挽回するの難しいですよ。まあむしろ減る、なんつうの、一人なら彼女がいるだけいいよな。一人になんなきゃいいよな。絶対ズンベンマンションとかでキャンプとかしてもさ絶対誰もサプライズなんか考えるやつは一人もいないじゃん、あの中にさ。そりゃそうだな、辞書にないだろう、うん、その行動がちょっと無駄だと思う。無駄というか損、いや、よぎらないだろまずお前もやるわけないしな。俺もやるわけないし。別に人の誕生日とか知ってんのお前。彼女とかじゃなんかやってあげてんの。彼女は一応ちゃんと去年のあの、うん、シカゴピザの店、ああビルの、ああ、うん、へえ、行きましたね。何知ってんの。よくウーバーで行ってる。俺もウーバーで行ったらあそこいいじゃんってなって怒ったったんだ。怒りました。それなんで、そっか、それもそのパートナーがいればね。それまでだってお前一昨年ぐらいまで何もなかったんで何やってたんだよ。何してたんだろうな。普通にキャバクラとか相席屋とか行ってたんじゃないですか多分。分かんないから。それはなんで行くの、なんかご褒美。いや分かんないけど、なんかしてえからってことだよね。やっぱりただのあれだったら。え、ああ、誕生日でなんか暇なのも嫌だからっていうことでどっかに無理やり予定入れたってこと。いや分かんない、でも何もしてない可能性もある。その記憶に残ってないってことは。いやでも意外となんかしてもらえたけど記憶に残ってない可能性もあるんじゃな。でも去年までかはもう、去年と今年は彼女いましたからね。一昨年何やったのか覚えてないか。一昨年何か覚えてないな、ね、本当に何もやってねえのか。寝てたかもしれないし飲み行ったりとか、ね、昨日もね、あのいつもやってるライブでネタログっていうライブがあって、うん、それネタ見せみんなでするんですよ。みんな集まって、それが8月16日だった、俺の誕生日だった。これはどう、でも俺は別にその人望もないしさ。え、人望もないし、別にその後輩に慕われてるタイプでもないから。結構芸人でやってるよく言われてた、サプライズよく見たよ、やったりしてたじゃん。だこれどうなるんだろうっていう、ちょっとでも嫌だなと思って、その誕生日で人に気使わせるのも嫌だし、なんか、こいつ誕生日で来ると思ってんじゃねえかと思われてんのも嫌だしさ。いやもうお前ちょっと自意識過剰すぎるわ。でも結局なんか中止になりました。ネタ見せ自体中止になってなかったんですけど、どうだったんだろうな。でも多分何もなかったでしょう、ね、なんか悲しい話だな。でもね、それ一昨年くらいもなんかそのあったよ、中止とかあったような気もするけど何もなかったん、ね、で多分よりによって何もない方がいいな、うん、その日は。じゃあでもそれが売れてるやつとかだったら多分誰かがさやりましょうよってなってなってるじゃん、絶対サプライズ的な。だから誕生日を人に祝われるようになったら人としてちょっとやっぱ成長したになるってことだ。本当にそうだね、うん、だってこいつを祝いたいという無償で祝いたいってなんだからって。でそういう人ってちょっと気遣われてる人とかじゃないの。ちょっと持ち上げとかなくちゃっていう人じゃない。いやだからそうだから、メリットがないとあれだけどさ、舐められたら終わりだな人生って。いやそうだよ、大事にしてもらえないな人間から、うん、だって誕生日プレゼントって言ってもさ、そんなもう大人になったらもう3せめて最低3000円とかじゃない。あの彼女に何あげたの、何かあげたの。彼女はね、去年はなんかあのラルフローレンのマフラー的な感じの、それ一緒に、それとも一人で買って渡したの。一人で買ってちゃんとしてんじゃん、はい、1回も使ってないですけど。え、それな言わないの彼女は。なんで。いやなんか合う系統の服がないって言って。まあ結構な、誕生日もらってなんだこれ、うん、困ったっていうの。だ今年はちゃんと話し合ってちょっと欲しいものあげようと思うんですけど。そりゃそうよ、はい、お前何もらったって言ったっけ。いやタブレット、アマゾン。それそういうことだよな、やっぱ実用性がなくちゃ。そう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 、本当にもらって肥やしになるのは最悪のパターンだからな、うん、去年もこれ、まあ、使ってますからね、このカバンもね。それ誕生日プレゼントだったんだ、はい、あなたは何もらって一番もらって高かったのって何。いや俺本当に付き合ったら言うからね。いや俺本当にサプライズとかいいし、うん、いきなりなんか買って渡すぐらいだったら一緒に買いに行こうみたいな感じで、欲しいもんくれよっつって、うん、で俺買わないから買わなくていいよっていうむしろ買ったことあるの何か人に、ドケチの
クソボケチのお女子君が。いや本当にねないんだよ。え正直100均とかのレベルなんだよ。だからそれはひどいですね。だからあんま、だから100均で何あげたんですか。ぬいぐるみとかあんま出どころが分かんなさそうな。それ彼女に。うん、ひどいな。でもねそんなねサプライズしてちゃんとくれるような人とあんま付き合ってないから、あんまりもらった覚えも、あでも財布とかもらったな。高え、財布だったら1万ぐらいしたような。そうでもねそれも未だあるけど、やっぱあんま使わないんだよな俺。自分が買うワイン以外あんまなんか本当に2つ折りしか使わないしさ、ちょっと変わったら使わないし。100均のぬいぐるみはひどいな。イルカのでも100円だと思わねえか。いやでも本当に確かにいいところだろうな、ぬいぐるみだったら別に。うん、いろいろ考え抜いてこれ。いやもう直前でこう、そういえばなんかあれだけいけないんだ。でも、うん、でもね それ最近の貧乏な大学生の時付き合ってた人は、うん、なんかちょっとおしゃれなネックレスみたいなのあげたな。それはおいくらぐらい。いや数千円、2、3000円ぐらいだかもしれないけど。道の外人が売ってるようなやつ。いやなんかねブランド古着みたいなところ行って買った気がするの。いやいやなんでね、笑ってない。一応でもちゃんとしたブランドみたいな的なおしゃれ系の。うん、でもアクセサリーとかもでもあんま値段分かんなそうだな。結構さ100円とかで売ったりしてんじゃん。なんか、うん、安いんだよね意外とな。確かにアクセサリーって。あああとそうだな、なんかディズニーランド行って、うん、指輪買ったりとかもしたな。一番安いやつだけど。一番安いやつを選ぶ、それは自分買ってるとこ見られてないと思う。いや一緒に買うけど、別に俺もう本当に貧乏で金ないからっていうのはもう分かった上で付き合ってもらってるから、そんなに期待もされないし。でも100円はひどいとは思いますけどね。いやいやいいんだよ、そんなものじゃないから気持ちだし。なんかさ、でもさ、そのだいぶ前にあのお台場から俺ら送ってもらった彼女にはなんかさ手作りの粘土で作ったやつ送って。ああそうそう、手作りな、絵描いたりとか紙粘土作ったりとかしてあげんだ。それで何を作ったの。顔、お互いの顔みたいなのを作って、なんか色も塗るの。それ塗るっていうか、なんか色が分かれてるような紙粘土買って、カラフルな。クレシンのオープニングみたいな映画の。いや分かんないけど。いやクレヨンしんちゃんのオープニング、クレイアニメじゃないですか。すげえ昔じゃないですか。ずっとそうだよ。あそうだよ、うん、そんな感じ。そうです。それはまあ嬉しいよ。嬉しいんじゃない。そうだろ、うん、オンリーワンだからやつよりは全然いいじゃん。でもね、まあそうだな、相手次第だな。岡慎太郎のな顔とかもね、ああ絵で描いたりとか。あそう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 、そうだ、それも誕生日であげたんだっけな。そうだ、岡、そうだよ、確かに。やっぱ絵って武器になるな。そういえば岡慎誕生日会みたいなのやってたな。それなんかどっかでどっかでやったからあれあるんだろうな。いや違う、俺なんか本当個人的に渡した気がする、個人的に渡した気がするけどな。まあいいけど、それは梅干しエンジンとね、梅干しエンジン同期だな。ありましたけど、もうだから誕生日もな、もうそんなにワクワクも、まあみんなおっさんとか言うもんね、まあめでたいことじゃないけどねとかさ言うじゃん、うん、この年で負け惜しみでしょ。本当は絶対やったら嬉しいだろう。じゃあお前どういう誕生日会理想なんだよ。いや別にまあまあみんなでこうね、なんかわーってやるのはいいはいいんじゃない。サプライズとか。サプライズとかでもやってもらったことないから別に分かんないけど、でも大体分かるよサプライズなんかさ。でもサプライズ来るかと思って来なかったら本当に悲しいだろうな。いやでも俺工事現場で今日も16時働いててさ、石これ運んでって言われてさ、これとりあえず運んどいてって、それ朝から誕生日聞き出てきた、それはもうサプライズビッグですよ俺は。すごい、それはちょっと考えとくわ。じゃあ現場もじゃあ発注してくれるってことじゃ、そこにもう貸し切ってみんなのバイト代もちゃんとした工事現場を貸し切るってこと。工事現場の人たちとは仲いいで、お前そこは祝ってくんねえか。いやさすがに誕生日知らねえか。おじさんしかいないし、おじさん同士で誕生日祝わないだろ。何してみんなどういう、こんちゃんとか南とかみんなどう祝ってんのかな。やってねえだろ。今度誕生日を祝ってみたみたいなね、ちょっと動画とかもね。ああそうだ、一人でさキャンプ行く動画とか撮ったりしてごまかしてたりする時もあったな、うん、一人で。ああやってましたね。クリキャンプじゃ、クリぼっちキャンプじゃなくて。そう、それもそうだし誕生日も一応やったりとか、
まあネタ動画にしちゃえばいいんだな。じゃあ、まあ、そうそうそう、それで金もペイできるかもしれないです最低だ。うん、もう親とかはどんな感じだ今。ああ、そうだ、親がそうだな、飯つけてくれたわ。なんかお寿司屋さんみたいな、あ、普通ちょい普通の回らない。でもまあそうそう、一昨年とか去年か忘れたけど、全然最近。あんた家にいるんだったら。で、俺のそうパパと一緒で、お誕生日お祝いみたいでご飯行くみたいな。俺と親父誕生日近いからさ、あ、いつも一緒くたでどっか飯食い行ったりするぐらいはさせてくれんな。あ、そうだ、うちもね、増田家の同じ年、同い年の3人みんな8月で一緒なんだよ。あ、そうなの。はい、同居人、はい、増田も。増田も。へえ、じゃあ今月行くの、行ったの。今月また来週ぐらいに祝ってもらいます。あ、家で。はい、へえ、そういうのはありますね。そこ、うちはそういえば去年もありました。そんなアットホームなんだな、お前のルームシェアは。去年はじゃあ親は、あなたの親は祝ってくれなくて。いや、なんか飯は行ったような気もするけど。プレゼントはくれない、さすがに。さすがにくれない。で、俺はほんとね、飯たまに行くぐらいで、うん、親からお金もらったりプレゼント物もらったりしないかんね。まあ飯食わしてもらってるけど。現金いつからもらってないですか、じゃあ。現金なんかマジで、いや、もう覚えてないぐらい。俺ほんとそこは自立してるよ。確かに、まあでも、いや、自立してるよって。そんな、いや、実家住んでるけどさ、もっとさ、うん、本当にすねかじりの人も芸人やってたりする人いるじゃん。うん、いるいる。仕送りでずっと生きてるようなやつとか、うん、あれレベルじゃ全然ないんだよね、僕。うん、まあまあまあ、やっぱ東京に住んでるってこと自体もうメリットですからね、もうそれは。でしょ。はい、何か最後もらったの、親から。でも普通お金もらったりしてたの、誕生日のやつ。だってなんてだって NSC の学費を払ってもらってんだから、うん。プレゼント的なのは最後何もらったかな。でもだいぶ大人やってても大体現金かも。金くれんの、うん、はいとか言って。はいって振り込みでね誕生日おめでとうで振り込まれてるぞ、はい、マジかよ。え、お前のは親にあげたりしないの。俺はしないけど、お前とか。いや、俺今最近はもう覚えてる。俺の誕生日覚えてる覚えてる。でもちゃんと俺誕生日は普通おめでとうだったけど、父の日になんだっけな、あれ普通にあれうなぎ送りましたよ。うなぎ、はい、冷凍の。そう、平松でやったみたいな。そうそうそう。そういや、もうでもここ何年かは俺送ってますって。はまあ、お母さんも亡くなってしまいました。その前から一応何年か送ってました、ね、母の父の日は。だ、食い物、消え物、食い物を送るの。食い物とかなんか、まあ、花とかね。ああ、ちゃんとしてるんだぜ、うん。いや、それ誕生日と父の日、母の日。いや、誕生日は送ってないけど。ああ、父の日、母の日だけなんだ。そうそうそう、まあ、どっちか。そういうの送りました、あなた。もう泣いとるんだよ、お前。だから、そう、動画でたまたまやった日が母の日だったから、うん、ネタにしてなんかペッパーランチのあれ作って母の日だからとか言ってあげたみたいなのあったけど、まあ、それはおめでとう、ほんとついでじゃねえか。そうです、なやんないし、うん、で大昔一回親父に、親父タバコ吸うからカートンであげた記憶一回あるんだよな、一回だけ。ドケチのあなたが。でも俺ほんとそれ多分ね、なんかでね、大学生ぐらいの時からなんかちょっと金があったんだよな、バイトちゃんとしててでももう照れくさいし、もうね、変に距離があるから、もういらない、もらう方がだりんじゃないかなと思っちゃったりとかするんだよな。それ消え物とかだったらいいじゃん。まあ、タバコなんか絶対困んないもんな、でもな。確かに喜ぶのかな、弟とかでパソコンあげたりとかしてたら、だからいいだろうっていうね。いや、関係ねえだろ。2人ともやんなかったらあれだけど、1人あげたらもういいだろう。まあ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 、もうね、孫もね、拝ましてるし。ほんとね、うん、やっといてくれてよかった。よかったですね、ほんとに。ほんとそう、俺が1人っ子だったらもう悲しい、ずっと3人で住む家族、ずっと3人で住む家族だった。誰かが殺してんね、誰かを。ハハハハ、誰かだ最近一番多いよな、そのパターン。いい感じしろって年いった、まあ、息子か、どっちが勝つかの戦い。そう、息子か親父か、親父か息子にか、うん、息子が事故物件になってもう売りに出されて大島テルとかでこういうところになるんだな、ああいうニュースにだってなんか議員の息子みたいなのも、なんか親父が殺したのもんでしょ。え、親父が息子、議員が殺したのかな、
最近もうほぼ1年ぐらいかなんか議員だったか忘れたけど議員がやるってやばいな。いやでも親でも嫌だろうな本当にハゲがずっといたらどうなんだろう可愛いのかないやでも嫌悪感あんま出してないっぽいしちゃんとネットフリックスのこととか教えてあげたりするし親父はあんまメリットないけど俺がいることのお袋はちょっとはまあ可愛いのかな。そりゃそうだって俺この間も俺ちょっと女子来てとか言ってさ夜中にさ12時ぐらいにさ、うんうん、俺1日2世帯で2階に住んでて1階に行くときちょっと1階に行くの怖いからとか言ってたまに可愛らしいじゃん連れて。いやだから本当どうしてんだろう俺がいるときって感じで、そこでまたやっぱ俺の存在意義を感じるからまだいてやなくちゃって思うよねまあそんなに金もかか飯代ぐらいしかかってないし、そうそんなにちょっと多めに作るぐらいじゃねえのかな。どうなんだろう、でも本当シンプルに俺が家にいるときといないとき結構あるけど、いないときといるときのテンションのモチベーションどう違うのか知りたいよね。親父とかおふくろとかやっぱ俺がいないってだけで、うん、GoPro でちょっと一回やってみたいな隠しカメラ置いといて、うん、いやそんな露骨に会話とかしねえだろ。あいついなくて今日は広々してるなと。それでもうあいつどうするみたいな感じしてた場合ね、お調子の悪口、そうそれは伸びるだろう動画が。いやでもいつだからもう1回ぐらいなんか送った方がいいと思う。そのもう本当に生きてるうちにさ、え何結末どっちかが刺したり刺されたりみたいにならないようにさ、タバコ2度目の1カートン2カートン目高いよでも今1カートンいやでもその時もねあげたけどちょっとお袋はダメよみたいに言ってたけど、そんなみたいな。もうやめたの。親父はバリバリ吸ってるよ。お袋は吸ってないけど。お袋昔吸ってたの。昔吸ってた記憶あんだ。すげえ。お前親とか吸う？いや、やめたね。普通やめるよな、結構。こんぐらいの俺らの親と仕事。全然吸ってたけど、やめた。何吸ってた、親父？セブンスか。なんか昔の人ってみんな吸ってたよな。まあ、昔はだって別に電車とかも吸ってたし。罪悪感みたいな。あんまりタバコのネガティブキャンペーンがなかったね。なあ、だって本当学校の先生とかもすげえ吸ってたな。タバコブーム去ったな。去ったという、これが大麻ブーム来るんじゃないですか。大麻ブーム合法化されたらな、うん、やる人もいるんじゃないですか。いやまあしかしメリーさん、なるほどね。まあじゃあ生きてるうちにな、もう親孝行しなくちゃな。そんな結論ですか。いや無理やりなんかまとめたっぽいこと言いましたけど、誰か誕生日パーティーのサプライズパーティー、あそうだよ、露骨にちょっとやらしいけど YouTube とかでさ動画上げたら言ってくれるけど、当たり前の話。どういうこと。誕生日動画とか上げたらさ、今日僕誕生日でしたとか言ったら、当たり前だけどコメントでいっぱい来るじゃん、おめでとうございますって。住所も晒したらなんか送ってくれるかもしれないですよ。いやいやそこまでは求めないけど、おめでとうという言葉が欲しいんだったら SNS に行ったら少しは。誕生日生配信したらさ、いっぱいくれるんじゃないですか、もしかしたら。いや露骨すぎやらしいわ俺本当そんなね。まあな、やらしさ出す、なんつうんだろう、別に祝ってもらいたいけどお金は欲しいってわけでもないしな。誕生日だからって別に嬉しいわけじゃないから、何にも。むしろ誕生日会があるから誕生日嬉しい。そうだな、そういうことだったんだな。別に今何も嬉しくないもんな。逆だよ、だからいつからか価値観が逆転してるよ。誕生日会があるから誕生日だ嬉しいってなってる、ちっちゃい頃ちゃんと祝ってくれて人に愛されてたから楽しかったんだな。そうそうそう、孤独になって、でも彼女は祝ってくれるからいいだろう。本当にゼロでした。ちなみに、はい、あなたは2月14日でしたっけ。ああそうそう、ああおかしんと一緒いや、うちのと一緒です。あ、うちのと一緒。うん、ほんとね、昔はクリスマスとか一人で風俗行ったりとかしてたもんね。風俗コスプレみたいな、クリスマスサンタコスプレみたいなあるんですか。ないし、多分そんな日に出勤してるやつなんか多分ろくな人がいなくて、すんげえ豚が出てきてもう嫌になったな。こんだけよかったって思ったな。チェンジとかせず、チェンジってできないから普通に。それは箱ヘルだったな、渋谷の。あっちもさ、こんなやつクリスマスに来てって思われて絶対思ってたしさ、誰も悲しいクリスマスだった。客なんか言ったような、寂
しんぼナイトとか行ったよ。ああそうだな、前が寂しんぼナイトに行く日って感じだったもんね、クリスマスは。もうなくなっちゃいますけどね、もう。あ、そうだよ、クラブ、クラブアゲハ、なんつうんだっけ名前は。スタジオコースト、スタジオコースト、うん、なすごい長い歴史。誰か買い取ったりするのかな、何かしらで。どうなんか似たようなことで使うんじゃないのかな。マジでうちの近くの店も結構ガンガン潰れてってんだよな。あ、そうなの。うん、もう終わりですね、終幕でしょ。クラブアゲハ最後行きたかったけどないや本当に。じゃあコロナの大打撃食らったってこと。いやだってもうあのやってたんじゃなかったんだっけ。やってたはやってたけどもうね、彼女と一緒に行きましょうかね今度。えもしかしてイベントやってるんだったらね、スタジオコーストで、はい、なんでもうなくなったんじゃないの。まだこれからでしょ。あー、なくなることは決定したって感じか、うん、ちょっとクラブ行く人ってあんまり。初めて優勝しましたあそこでね。まあよかったじゃん、潰れる前にハロウィンパーティーでは念願だ、悲願だった。いい思い出でしたよ、金をゲットしてな。お前もらってないけど。ま、時間はもうちょうどいいぐらいですか。まあそうっすね、もうちょっとわかんないですけど、はい、はい、ということで、お調子ラジオ第2回でした、はい、ありがとうございました。